今日はですね、野菜のモニタリングをやるために野菜がちょうど入ってきているところで、事前にですね、食べない根っことか、あと土なんかを洗って、用意したところを今ここに並べて、これからあとこれを細かく刻んでですね、専用の容器に入れて測る準備をします。でここで重要なのはですね、やはりお互いにサンプルが混じり合ったり、あと汚染したりして間違った数字が出ないようにですね、仕切りを設けたり、それ使っている道具類はですね、例えばまな板ではなくて紙のまな板を使って一回一回使い捨てにして、であと手袋なんかも変えるし、全て変えてですね、汚染しないように、気をつけてきちんとした値を出しているということで、乗るデータはですね、1キロあたり、ね、何ベクレルという形に乗りますので、その数字によってですね、販売できるかどうかの判断をしているということで、ここできっちり測ったものでしか測って100を超えないものしか市場には流通しないと、大体1日にですね、200点程度を検出する、予定でサンプルを集めていると。今ほとんど野菜については検出が全くされないという状況になってますし、それから肉とか卵も全く検出されない。24年度産の米はですね、全量検査ということで全ての米を検査できたんですが、やはり県内の農林水産物出荷するものをですね、全てを検査するというのはですね、物理的にも人為的にもちょっと不可能ということなので、抽出サンプルになってます。不安な部分、要は線量が高い地域のところ、生産量が多い地域ですね、そういうところは網の目を細かくして、詳細に検査をしている。例えば県北に桃が多いということであれば、県北の桃は、点数を多くして検査をしている。農林水産物の安全性の確認を、きちっとやるというのが使命だと思ってますので、今年はもう2年になりますけども、3年4年5年10年って、きちっと経過を見ていかなくちゃいけないというふうに思っています。